プラス配信によるるアアメメリカ合衆国のテレビアニメであるスター・ウォーズの一編となるこのシリーズはテレビアニメスター・ウォーズ・クローン・ウォーズのスピンオフ継続編として機能している制作はルーカス・フィルム・アニメーションヘッドライターはジェニファー・コルベットスーパーバイジング・ディレクターはブラッド・ラウンが務める主役となる突然変異のエリート・クローン トルーパー部隊のバットバッチの声はすべて、クローンウォーズから引き続いて、デー・ブラッドリー・ベーカーが演じる。また舞台に加わる女性クローンのオメガの声を、ミシェル・アンが演じる。シリーズは2020年7月に、ディズニープラスで配信され、フィローに、コルベット・ラウが着任した。2021年5月4日より、全16話が順次配信されている。スター・ウォーズ・クローンウォーズで、 初登場した遺伝子変異を持つエリートクローンとルーパー部隊のクローンホース99通称バッドバッジはクローン対戦の余波で大胆な傭兵任務に身を投じる2016年9月までにスターウォーズクローンウォーズとスターウォーズ反乱者たちのスーパーバイジングディレクターのデーブ・フィローにはシリーズの脚本執筆とルーカスフィルムの今後のテレビアニメ企画を進めるために 判断者たちでのその立場から退いた。2018年7月、フィローには、クローンウォーズの最終シーズンが2020年にストリーミングサービスのディズニープラスで公開されることを発表した。最終シーズンには不良分体として知られる遺伝子変異を持つクローントルーパー部隊を特集するエピソードが4話含まれた。2020年7月にディズニープラスは、 クローン対戦後のバッドバッチを描く、クローンウォーズ最終シーズンからのスピンオフ、スターウォーズ、バッドバッチを正式に、ルーカスフィルムアニメーションに発注した。発表ではシリーズが、デーブ・フィローニのビジョンとして説明され、彼とルーカスフィルムのアテナ・ポーティロ、スーパーバイジングディレクターのブラッド・ラウ、ヘッドライターのジェニファー・コルベットが、エグゼクティブ・プロデューサー。 ルーカスフィルムのキャリー・ベックとジョシュ・ライムスがそれぞれ共同エグゼクティブプロデューサーとプロデューサーに就任した。フィローにはシリーズをクローンウォーズの静脈の中で非常に重要であると説明し、壮大でエキサイティングな冒険物語のシリーズに対するジョージ・ルーカスのビジョンに忠実であり続けるだろうと述べた。シリーズの最初の予告編は2020年12月に公開され、 クローンウォーズに続いて、デーブラッドリー・ベイカーが、バッドバッチとキャプテン・レックスを含むすべてのクローントルーパーの声優を務めることが明かされた。また、マンダロリアンのフェネック・シャンドの若年期が登場することも明らかとなり、女優のミンナ・ウェーンがマンダロリアンに続いて、フェネックを演じることも発表された。さらにスティーブン・スタントンとアンドリュー・キシーノも、ターキン・テイトクとそう、 ゲレラを再演することが明らかとなった。2021年1月、クローンウォーズと反乱者たちに続いて、ケビン・カイナーがシリーズの音楽を手掛けることが明らかとなった。彼はクローンウォーズの最終シーズンでバッドバッジのテーマ曲を書いた。ルーカスフィルム社長のキャスリーン・ケネディは2020年12月10日のディズニーのインベスターデーのイベントでシリーズを宣伝し、 シリーズの最初の予告編を公開した。サイファイ・ワイヤーのジェイコブ・オラーは予告編によってシリーズは、クローン・ウォーズのよりアクションの多いバージョンに見えると、批評し、1980年代のテレビドラマ、特攻や漏洩チームと比較した。スター・ウォーズ、バッド・バッジの70分の初回は、スター・ウォーズの日である2021年5月4日に、ディズニーで配信された。 第2話は2021年5月7日に配信され、以降は第1シーズン全16話が毎週1話ずつ配信予定である。レビュー収集サイトのロッテントマトズでは39件のレビューで、支持率は93%、平均点は7.5、10となった。メトクリティックでは7件のレビューに基づいて、過重平均値は67、100となった。 ありがとうございます。